皆様本当に申し訳ございません。コロナ対策で、ここ数字があるんですけども、皆さんさっきからピーピーピーという音気がついてましたでしょうか。二酸化炭素ですか、上田さん。二酸化炭素がなんか増えてくるとここがピー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 になるらしいんですね。でそれで、その鳴ってからその音が収まるまでに時間がかかるので、皆さんがこの会場にいるとその下がる数値が少なくなるんで、一旦外に出ると一気に下がるということなので、すいませんが一旦外に出ていただきました。本当申し訳ございませんでした。はい、気を取り直しまして、皆様よろしいでしょうか。よろしいでしょうか。ではバースデーライブ第、2番目の、キューティーマッキーでお届けしたいと思います。では皆様よろしくお願いいたします。Thank you.
たらいつものねライブハウスとちょっと違いますよね。皆さんなんか私たちよりも緊張されてますかね大丈夫ですか。はい、今日はちょっとあのバースデーライブということで、あの1年に1度、年を取る日です。はい、あのですね、今日の衣装なんですけども、皆さんに先ほどちょっとかわいいかわいいってもうちょっとのこうね持ち上げられちゃってすごい嬉しいんですけど、これ4年前のここで行ったバースデーライブでも同じ衣装着ておりましたはい、あの白のねこれを着てたんですよ。で今日一番最初に出られた大場ライスさんね、もう4年前に一緒に、対バンとしてやったんですけどね、あっという間ですね、4年の月日は本当にあっという間で、年を取りたくないなと思うんですけども、皆さんも一緒に年を取りましょうということで大丈夫ですかね皆さんね。はい、では次の曲に行きたいと思います。中村あゆみのなんだっけ翼の折れたエンジェル。
がとうございます。松坂大臣の翼の雨から読んで、すいませんね、カンペありがとうございます、申し訳ございません。はい、今年なんですけどもね、あの私、今年の、あ、去年のバースデーの時ですかね、バースデーの時に何か目標を立てようと思いまして、現状維持という、目標を立てました。この年になってくると老化が進むし、体重は増えるし、シワが増えるしっていう、その食い止める、現状維持なんですが、効果はありませんでしたね。はい、申し訳なかったですね、皆さんね、本当にね、もうちょっとね、離れてるとね、あんまりこう、あれが見えないんですけどね、やっぱり年を感じ、笑いすぎはい、ということでね、ちょっと時間も時間なので、どんどん行きたいと思います。次は、アン・ルイス・ウーマン。
QT マッキーなんですけどもね、結成してから結構経つんですけど、しばらくお休みをしておりまして、今回久々、3年ぶりですかね。もうガネちゃん緊張しちゃって私の会話が耳に入ってこないようなので、次可愛いでしょ可愛いでしょ今日ガネちゃんと一緒の時はね、この耳をねつける。でも私よりも可愛いのはい、ということでね、もしツーショット写真撮りたいという方がいらっしゃいましたら、私を通してツーショット写真をよろしくお願いいたします、はい、マネージャーですからね、ガネちゃんのマネージャー。あ、ごめんなさいごめんなさいすいませんね、はい、もうすごい緊張しいなのでね、すごい多分すごく緊張してると思うんですけどもね、それもなんか皆さんいい感じですよね、男性陣、ね、かわいいよね、はい次はね、ちょっとバラード系が続きまして、キーボードがメインとなります。では最初から謝ってごめんなさい、違います、はい、では、プリプリの M、季節はまた変わるのに心だけ立ち
まだバラード続きますね。半分も言ってませんね。触れる。でもいい緊張感が、はい、なんか言ってるけど、あ、いっぱいね、はい、あのヒット曲ばかりで、皆さんね、本当にご存知の曲ばっかりなんですけども、マスクしてるので一緒になんか歌ってもわからないのでね、皆さんね、一緒に口ずさんでいただければと思います。はい、では、次の曲も、ガネちゃんキーボードでバラッとすごいはい、コマーシャルソングにもなりましたね、花キューピッドのコマーシャルソングにもなりました、愛のストーリー。
ありがとうございます。飛ばしましたね、バランド。いや、うまくいったなと思って、ちょっとの喜びを共有しようかなと思ったんですけど、思った感じ。はい、リハの時もね、結構ね、楽しくみんなでね、やらせていただいて、はい、初期、私がライブ活動、バンド活動をして、本当にもう長く続いているメンバーで、もう10年近くですかね、知り合ってから、経ちますね。皆さん、お変わりないですよね。私も大きくなっちゃいました。大きくなったりね、ちょっとあれしたりね、これしたりっていう。はい、次はね、キューティーハニーをやりたいんですけどね、ちょっと私ね、ちょっと腕を上げた時にね、気になることが一つございまして、ここのプルプルっていうのがね、こうやるとね、結構プル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 しちゃうんですよ。みんな知ってたでしょ、気がついてたでしょ、皆さん。はい、次はキューティーハニーで結構プルプルしますので、カメラマンさん、すいません、このプルプル感よろしくお願いします。はい、では、次、もうあと2曲にですね、あっという間ですね、皆さんね。はい、では次の曲はキューティーハニーですので、皆さんノリノリでいきましょう。
あ、そうなんだ。あの、リハの時あんまりうまくいかなかったんですけど、すごいできました。よくできました、よくできました。打ち上げが美味しいお酒が飲めますね、皆さんね。はい、ということでね、では次の曲が最後となってしまいますが、最後となってしまいますが、MC 長めでいきましょうか。はい、あの、私ね、20代の頃に、友達の前でね、60歳になっても私はミニスカートを履きたいと言ってたんですよ。で、みんなが、なんか60になってもミニスカートちょっと変じゃないみたいな感じで言われてたんですけどね、まだ60ではないですか、あと数年あるんですけども、目標としてはまたここで還暦ライブをしまして、その時はもう超ミニで還暦ライブ、真っ赤な衣装で、皆さん、あの、その時はよろしく、また来ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ね、あの、皆さんも、ミニスカートとかぜひ履いてみてください。まだまだいけますよ。やっぱね、男の人はミニスカート好きでしょ。ミニカね、ミニスカート好きですよね。はい、あの、ミニスカート履いとけばみんなに、あの、なんか可愛いねって言われると思いますから、皆様、騙されたと思って次の飲み会の時はミニスカート履いて、はい、来てくださいと、私の仲間をちょっと増やそうかなと思いまして、もし還暦ライブで来ていただけるんでしたら、皆様、女性の方、ミニスカートを履いてダンサーズでちょっと挑戦していただこうかなと、キューティーハニーでダンサーズで、ちょっとやりたいなと思いますので、皆さんよろしく皆さんよろしくね、皆さんよろしくね、よろしくね。はい、はい、ではね、そろそろ、あの、終わりで、次、私キューティーマッキーのボーカルもやりますが、一番最後のスナックマッキーの、ボーカルもやらせていただきますので、皆さん帰らずにまだまだ続きますので、ぜひ聴いていってください。次はちょっとね、早い、季節的にちょっと早いんですけども、ね、もうそろそろクリスマスがやってきますね。ここディスプレイもクリスマスの感じになりましたが、次はマスターリングの恋人はサンタクロース。あ、こんにちは、これダメ、違う、ダメ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 、テンポ違う、テンポ違う、テンポ違う、ダメ、ダメ、失礼しました、すみません。Oh, yeah.
アンコールですね、これ。アンコールでーす。行きまーす。